トライシグナルは、日本のロックバンド、愛媛のご当地アイドル、姫キュンフルーツ館の岡本直より、奥村誠より、谷尾桜子により結成。2017年10月29日の姫キュンフルーツ館全メンバー卒業を受け、卒業後も顔なじみのメンバーとライブ活動を行いたかった谷尾が、他の3人に声をかけて、イエスの返答が返ってきた2名と、 同年12月に結成された。アイドル時代は違うバンド編成であり、ライブは基本的にサポートバンドを伴う。3人も歌唱、ダンスだけでなく、多くの楽曲で金管楽器を演奏する。2018年6月12日、初の CD、l i フ e Never Stops をリリース。ライブではすでに持ち歌を多く披露していたが、あえて3人で、 共同作詞した一曲のみを収録し、大切に歌い継いでいく意味を込めたという。メンバー3人を含むスタッフで立ち上げた、株式会社、チャンキーボンボンレーベル所属。グループ名は三輪車イコール、トライシュクルとアイズイコールシグナルを合わせた造語である。本業の音楽活動だけでなく、冠無理ラジオ番組、月曜日からご褒美をはじめ CM、テレビ番組、 モデル活動と個人の仕事も幅広く活動している。2021年8月29日、岡本直よりの引退及び、現体制の終了を発表。谷尾、奥村の新体制での活動は継続していく。演奏するトライシグナル順位は、オリコン週間ランキング最高位。ありがとうございます。